本日は第49回2025日本ホビー賞出展募集説明会にお越しいただきまして誠にありがとうございますオンラインでのご参加もたくさんいただいておりましてありがとうございます本日の説明会は日本ホビー賞へご出展をご検討いただいている皆様に向けて日本ホビー賞の基本的な情報来場者の傾向や属性また2025のテーマや企画 これまでの変更点などをご説明させていただきます。申し遅れましたが、本日司会進行を務めます。一般社団法人日本ホビー協会横山と申します。最後までどうぞよろしくお願いいたします。まず会に入らせていただく前に、本日のこちらの会場のご紹介をさせていただきます。こちらの会場は日暮里にございます。荒川区立日暮里。 地域活性化施設、フラット日暮里様の多目的ホールをお借りしております。約90店舗が集積する全国有数の繊維本屋街である日暮里繊維街では会場にお越しの皆様には日暮里繊維街マップをお配りしております。また会場の入り口付近には日暮里繊維街加盟店舗の PR 展示を行っておりますので お帰りの際、ぜひご覧いただきますようお願いいたします。また、えー、日暮里線以外マップをご覧になりながら、えー、ご関心があるお店がございましたら、お立ち寄りいただきまして、えー、ご商談や材料のご購入など、機会に接していただければと思います。それでは、会の方を進めさせていただきたいと思います。まず、はじめに、一般社団法人、日本ホビー協会会長、江原玲子より、 ご挨拶を申し上げます。皆様こんにちは。今日はお忙しいところを集まりいただいてありがとうございます。えー、私は今あのご紹介あのさせていただいた一般社団法人日本ホビー協会の江原玲子と申します。えー、会に今日の会に先立ちまして少しご挨拶をさせていただきたいと思っております。 あの今日のこの申し込みの、えー、ご要望の状況なんですけれどもあのこちらの現地開催それからオンライン開催をあの合わせまして昨年よりもかなりたくさんの、えー、参加をいただいております本当にありがとうございますこれにあとズームであズームじゃないアーカイブで皆さん、えー、また見てくださる方たちがいるのでいらっしゃるので来年の あのホビーショーがますますの可能性そして発展を、えー、させていただけるんじゃないかなと思っているところです、えー、それから先ほど、あのー、この会場をあのお借りいただくにあたって、えー、東京日暮里、えー、繊維卸共同組合のご講意をあの大変いただきましてとてもあの快適に使わせていただくことができました私もあの,日暮里の,この繊維 というのをなかなか歩く機会がなかったんですけれども独特の雰囲気でそれに外国の方たちがたくさん参加なあのいらっしゃってるのを見てあすごい文化だなと思ってちょっとびっくりいたしました、あのー、そんな中で、まあ、来年の「ホビーショー」のことを少しお話しさせていただきますとテーマは「ハンドメイド・ジャーニー・2という。 今年のハンドメイドジャーニーと、えー、タイトルは同じなんですけれどもやっぱり旅の中には好きがいっぱい入っているのでそれをどれだけ形にして発信できるかというのを一つの大きなテーマにしておりますそれから、えー、とその中で今回この後委員長副委員長がいろいろ説明させていただきますけど推し活というのを一つの大きな、えー、企画として やっぱり推しって好きがイコールだよねっていうところから、まあ、人,の人を押す場合もありますけれども刺繍ですとかニットだとかそういったものが大好きなんだっていうふうなそういう方たちがさらに喜んでいただけるようなそんなゾーニングもあの考えております。 あの今本当にイベントが多くてですね私もあの先週ちょっと大きなイベントに関わってきたんですけれども皆様がこうコロナを開けた後でリアルで皆さんとこう顔と顔をつき合わせていろんな楽しい会話をしながらまたここで会おうねっていうことを約束してそして楽しい時間を過ごしているなというのを実感しております。 確かにあのなかなかその出店を決める場合でも本当に効果があるのかとか本当にどれだけのお客様があの届けるのか届くのかっていうのは結構あの悩むところだとは思うんですけれども今年あの開催を見てそれから来年に向けて私の方からご出店を考えるにあたってぜひあの一工夫していただきたいのが。 やっっぱり世の中がすごくく大きく今変わてていてその中でどれだけ今までと違う提案ができるかなというのをあのほんの一工夫でいいので例えばディスプレイですとかそれから商品の説明の仕方だとかそういったところで工夫をしていただいたらば次の一歩に必ずつながるというふうに思っております。あのやっぱり お客様の感度がすごく良くなっていてホビーショーのお客様ってあの特にそういうアンテナをたくさん持ってらっしゃる方なのでその中からこう反応を盗めるところはぜひ盗んで次のビジネスに生かすようなそういうあのホビーショーであっていただきたいですしそこにあの皆様方の工夫をぜひぜひしていただきたいと思います。それから約400点400ブース 400出店者くらいの方たちがいらっしゃると思うので、えー、それぞれのご出店の皆様の個性を特徴をあのどれだけ強みとして、えー、活かせるかそういうところであの感度のいいお客様は本当にいろんな反応をしてくださると思うのでいつもと同じ出店の仕方ではなく少しだけでいいから違う出店そしてそれがまた次の一歩につながる。 そんな三日間を過ご,せ過ごしていただきたいと思います今年あのホールも変わりますしいろいろ変更点もございますけれどもあのやっぱりホビーショーってすごいよねって出てよかったなって言っていただけるようなそういった形を私たち今日からもうスタートを切って目指していきますのでどうかよろしくお願いいたします簡単ではございますがご挨拶とさせていただきますありがとうございます それでは説明に移らせていただきます説明は一般社団法人日本ホビー協会イベント事業委員会委員長福田芳明と副委員長早川慎吾より行いますそれではよろしくお願いいたします皆さんこんにちは、えー、それでは、えー、我々、えー、イベント事業委員会の、えー、メンバーで えー、来年二千二十五年の第四十九回ホビー賞につき、日本ホビー賞につきましてご説明申し上げます、えー。簡単に自己紹介させていただきます。えー、私イベント事業委員会の福田よ明と申します、えー。株式会社ブティック社というまあ出版社なんですけど、えー、そちらでに、えー、所属しているものでございます、えー。よろしくお願いいたします。はい。私は、えー、早川慎吾と申します。 ハンドドメイドカンパニーという会社をしておりまして型紙メーカーをしております私この近くで生まれ育ちまして子どもの頃からこの界わいを歩いていてですねとても生地好きのえっ、ー、とのえっ、ー、と男になりますよろしくお願いします早速なんですけど日本ホビーショーのこれからということでこれからご説明申し上げます えまず日本ホビー賞とは、えー、もう今までご出展いただいた方も多くいらっしゃるかと思うんですけど、えー、初めての方もいらっしゃるかと思いますので改めてご説明申し上げますハンドメイドホビーの祭典ということでもう手作りメイキングホビーいろんな言い方するんですけど、まあ、ハンドメイドだったり手芸だったりそういったものが一堂に会する世界最大級のハンドメイドイベントとなっております想像力を刺激し創作にかける思い 他にはないオリリジナリティの魅力が集結する。日本ホビー賞はハンドメイドはじめとする日常を楽しくする活動によって心豊かな暮らしにつながるハンドメイドホビーこういったものをご提案申し上げます、はいえー、ハンドメイドホビーの祭典といってもどんなものがあるのっていうご疑問をお持ちの方もいらっしゃるかと思うんですけど、まあ、実に豊富なジャンルがありますこちらをご覧いただくと例えばアクセサリーソーイングスタンプ文具、えー、フラワー コスメティックインテリア動物グッズ食。 まあこういったものをあの上げさせていただいてるんですけどこれって本当に一部ででしかないんですね。実際にハンドメイドって本当に広いあのジャンルがたくさんありましてここに上がってるのってほんの一部なんですね例えば編み物であったり、えー、刺繍であったりとか、えー、レジンでアクセサリー作ったりとかもう本当にいろいろなものが出てくるので、えー、もうここにあげるのがあのキリがないのでまあこれだけしか上がってないんですけど実際にはもう本当に豊富なジャンルが多岐にわたっております。 はいえー、続きまして日本ホビー賞の強みを、えー、ご説明申し上げます、えー、先ほどまでも触れてるんですけど、えー、日本ホビー賞は1976年、えーまあ、50年近く半世紀近く前に始まったもので、えー、来年で49回目を迎えるという開催実績なんですね、えー、こちらも非常に長い歴史がありまして、えー、脈々と、えー、どんどん いろんなホビーを取り込んで、いろんな来場者の方、えー、もちろん出展者の方々にどんどん盛り上げていただいて、えー、今日に至っております。そしてあの目玉になっているのがですね、毎年250講座を超えるようなワークショップ、まあ、こちらですね、ここで本当にハンドメイドに触れていただいて、実際に まあ初めてだったり、初めて手作りするって方もそうですし、初めてこのジャンルのハンドメイドに取り組むっていう方も含めて多くの方に非常に好評いただいているのが、このワークショップで、こちらはホビーショーの大きな目玉となっております。はい、日本ホビーショーのえっと強みになります来場者はですね女性が94%ということで女性の方がたくさん来ていただくイベントとなっております。 そして、えー、と出店者です、ね、の、えー、満足度アンケートを、えー、と取らせていただいております、えー、と満足の方が42%大変満足の方が30ということで満足を選んでいただいている方が72%を、えー、と超えておりますそして年齢層ですねこちら、えー、とコロナ明けだんだんあの少しずつ変わってきてですね 少しずつ、えー、若返ってきている状況に、えー、なっております。えー、と、こちらですね、50代から59歳までが33%、40代が18.9%、30代も15%という形でですね、コロナ明け後やはりまあちょっと一世代こう、下の方もですね、メインのボリュームに えっと、なってきておりますので、長い目で見て、まあ皆様の活動やですね、企業様の商品などを、あの、アピールしていくと、より長くですね、あの、アプローチができるのかなと思っております。で、また次のその世代ですね、私今40代なんですが、まさに、まあ、 あの家族でものづくりをするんですが、あのその光景を見ている娘はですね。またよりものづくりを今10代なんですが、していくのかなということで、えっ、ー、とそういうこの部分が大きく、年齢層は変わってきております。そしてえっ、ー、と購入予算ですね。えっ、ー、と皆様え、何かあのまあ、先ほどえっ、ー、と福田さんがおっしゃった。まあ、ワークショップをしに行って体験して学んでいこうと。 いう、えー、と人々も多いのですが何か材料を買いに来ようとか作品を買いに来ようということでうちの母とかはもう来てもう10万円のコートとか手作りのコートとかに価値を見出しているのでもうすぐ買っちゃうんですがあの何かしら買いに来ようというふうに思っている人たちも、えー、たくさんおりますそして、えー、と来店機会ですね、えー、と一過性のイベントかなというふうにならずにです、ねまあ、出店者の方々も何かしら あの次のえっ、ー、とお店に来ていただいたりとかその方々と SNS を通じたりしてイベントだけに限らずその後にもですね関連が続いているよということのアンケート調査がえっ、ー、と出ておりますでえっ、ー、と来場者の人数ですねえっ、ー、と私も委員長やらせていただいた時あのコロナで あのビッグサイトが次の日借りれないという残念な時だったのですがコロナ明けリアルイベントどうなるのかなとあの今じゃもう本当に分からないですけど外出たらもう外人さんもいっぱいいますしみんなも旅行いっぱい行ってますが徐々にえと数字をえと伸ばしてきております年万人でしたそれから2023年7万5576人来場しました。 そしてなんと2024年は福田さん、ちょっと桁がねねそうです、ね、11万4488人という方にあの多くの方にご来場いただいてあの記憶に新しい方も多くいらっしゃるかと思うんですけど西館ですね、あの非常に大きいホールなんですけど、えっと、あそこで開催したわけなんですけどもうどんどんこの5万から7万11万ということで次はどんぐらいいきますかね。 15万,ね、15万ぐらい行くかな。まあ、<laughs> ちょっと超えるぐらいは行きたいですよね。実際、ね、2 <laughs> 万とか。そうですね、2018年が一番あのピークだったんですけど、あの時はあのまあ14万人前後という、まあ、非常に多くの方にご来場いただいて、えー、ちょっと会場がもう息苦しいとか、あの歩くのが大変とか、そういうあのご意見いただくぐらい。 多くの方にご来場いただ、いててましてただですね本当にあの先ほど早川さんの話にもありましたけど世界的なパンデミックで202021 2020 0 2年は残念ながら開催中止になってしまったというもう本当に運営している中でももちろんあのご出店を検討していただいていた方々またあのご来場を楽しみにしていただいた方々には本当にあの、まあ、残念でまた申し訳ないようなあのことになってしまったんですが、まあ、そこからあの順々に。 だんだんあのコロナ明けとともにまあこういった形でえ多くの方にご出店またご来場いただけるようにえ戻ってきたというところありますのでこれをこの次の来年のホビーショーにもぜひつなげていくべく我々今え運営についてまた企画について練っている最中でございます。 それでは、2024年、ホビー賞を来ていただいた方もあの見てない方もいらっしゃると思いますのでちょっと簡単に、えー、とムービーを流させていただきます。 前回は西ホールでしたので結構広くてですね、少しスペースを感じたんですがまあ次回はちょっと南ホールになるということでゆっくりお客様とお話ができる空間ができるのではないかなと思っております。 ですね、こちらのテーマについて、えー、ご説明申し上げます2025ジャパンホビーショー「アイ・ラブ・ハンドメイド」こちらの,あの看板の下またテーマを設けておりますはい、えー、2024今年のジャパンホビーショー「ア、え、イ、ー・ラブ・ハンドメイド」「ハンドメイド・ジャーニー」「ハンドメイド」の旅に出ようということでこのビジュアルで、えー、今年の4月の25日から27日ビッグ東,東京ビッグサイトの西12ホールで開催しましたが えっとですね、こちらの「ジャーニー」というテーマが非常に好評いただいてたこともありますしまだまだ我々も「ジャーニー」というテーマの中でやり尽くせたことっていうのがまだまだ全然これからやりたいことの方が多いなっていうこともありまして2024年に続きましてテーマは「ハンドメイド・ジャーニー2」ということで、えー、掲げさせていただいております。えー、これはあのテーマを新しく決めるのがちょっと あの手かかったととそういういことではないんですね本当にこの「ジャーニー」というテーマの中であのやれることっていうのはまだまだたくさんあるなっていうことで、えー、委員会でも割と満場一致でしたね,そう,ね、はい、そういう形で、えー、やらせていただいたテーマです「えー、ハンドメイドジャーニー2」えー「ハンドメイドの旅は続きます」「作り手の思い」「素材の持つ造形美」「ハンドメイドにとどまらず自分の好奇心に心を委ね」 旅を通じて出会うものや体験思い出すべてをいっぱいに詰め込んだ旅へこういった思いを持って「ハンドメイドジャーニー2」を掲げさせていただいておりますはいそしてこちらの爽やかなグリーンのビジュアルが来年2025年の「ハンドメイドジャーニー2」のビジュアルとなっております旅には好きを詰め込んで、まあ、そのものずばり好きなもの もうハンドメイドのいろいろなジャンルだったりいろんな技法だったりそういったものをこのトランクに詰め込んだそんなビジュアルになっておりますえそして「ハンドメイドジャーニー2」の会期なんですけど後ほど詳しく説明はさせていただきますが2025年の4月17日18日19日木金堂です東京ビッグサイト南123ホールになります何が違うかってあのホビーショー今まで割とゴールデンウィークの直前の 木金堂に開催してたんですね25から27とか、えー、それがちょっと長く続いてたんですけど今回会場の都合でそれより1週間早い木金堂171819ま,また詳しく説明させていただきますけど東京ビッグサイト南123ホールという新しいホールになります続いてこの「ハンドメイドジャーニー2のご説明なんですけど、えー、旅には好きを詰め込んでやりたいこと感じたいこと欲しいもの好きっていろいろ さまざまなハンドメイドホビーがぎゅっと詰め込まれた3日間は「好きをた探す旅」ということで、えー「ハンドメイドジャーニー2」というテーマになっております。でですねこの「ハンドメイドジャーニー2」の中にちょっとまだ詳細につきましては、えー、現在鋭意、えー、検討中といいますか企画中なんですけど「えー、旅には好きを詰め込んで」っていうテーマってじゃあどんなことっていうのはあるんですけど「あの推し」っていう言葉を。 お聞きになった方ってたくさんいらっしゃるかと思うんですね。今やもうかなりいろんな場面で押し、押し目だったり、推し活だったり、まあいろんな言葉で。聞くことが多いかと思うんですけど、これはあの。総じて言うと、好きな人物やもの。また応援したい対象を。推し。っていうふうに。言ってるんですね。まあ好きイコール推しというふうにここに書いてあるんですけど。基本的には好きなものを応援する。またその好きなものに、あの時間やお金。 また、あのいろいろな活動を費やすっていうのが推しになっておりまして、そういう応援する活動のことを推し活と呼んでおります。実はこの推し活市場って今8000億規模ですよ。すごい数ですよね。あのもちろん、いろんなジャンルでいろんな推しの対象があるので、あの一概にどの業界がじゃあ推しの市場なんだって。言ったら実は結構いろんな業界に。 あの推しの要素があるので、一概にどの業界だけということではないんですけど、まいろあるということもあるんですけど、この3人に1人が推しがいるということになりますので、日本でだいたい。まあ4000万人ぐらい推しがある方がいらっしゃるというま、そういうことになりますね。まあ幅広い層で推しがいるっていうのは、まああのこういうこのグラフを見ていただいてもそうなんですけど、いろんな年代で推しが。 いる人の割合っていうのがあるんですけど、まあ、この10代、20代っていうのが多いんですけど。だんだんそこから波及して。あの S. N. S. とかが若い方からどんどん波及して、あの年齢層が上の方にもどんどん。あの広がって、当たり前に、あの生活に浸透するものになっていったのと同じような形になってるんですね。そういった意味でも、まあ、これからもっと、あのう、ホビーショーの来場者の層にも。死活、また、推しのハンドメイドだったり、そういったものっていうのは、もうこれからもっと広がるんじゃないかというふうに。考えられます。 まあ、あの、あとはですね、全体の三十七点四パーセント推し活に費やしているという。この右側のグラフなんですけど、えー、過え、処分所得における推し活支出の割合ということなんですけど。まあ、要するにお小遣いの、あの三割以上を、三、えー、割以上、まあ、三分の一以上を。推し活に費やす方がいらっしゃるってことなんですね。なんか、すごいですよね。そうですね。本当に、結構、やっぱ、皆さん、いろんな推しがあるのかなと思います。まあ、推し。 とといいううののはここの好きという感情が根底にあって、えー、年齢性別を問わずに人々の中で、まあ、どんどん身近な存在になって生きていると、まあ、早い段階から推し活とかあの推しの対象がある方にとってはもしかしたら今更って思う方もいらっしゃるかもしれないんですけどまだまだこれから一般の方もうあまり今まで推しとか意識したことなかった方には広がっていくのはまだまだこれからどんどん大きくなるんじゃないかなというふうに思われます。キャラクター来ましたよね、うん 懐かしいですねシナモロールとジャッキーが2年連続であのキャラクター来場してくださって、えー、サンリオのシナモロールですねサンリオさんでなんか人気投票1位みたいですよねそれから熊野学校のジャッキーですね絵本の熊野学校の中に出てくる主人公の熊野の女の子なんですけど、えー、こういった形で来場していただいてまたいろんなハンドメイドと絡んであの楽しい盛り上がりを見せてくれましたね。いろいろワークショップとか ですねあのそうですね展開ししてました、ね、はいそしてすみませんちょっとあの自社の商品を使って例に出させていただくんですけど、えーっとですね、キャラクターとハンドメイドの掛け合わせたものって本でも結構当社も出版しておりまして、えー、これはほんの一例なんですけどね、えー、例えばこの「リカちゃんに、えー、着せるドール服の本」 まあこちらも非常にあの好評いただいておりましてえー宝富さんとコラボしてえちなみにこの左の「フォトジェニックリカ」って宝富さんの最新商品であの本当に写真映えするリカちゃんを大人っぽく着せ替えするっていう本をあの発刊しておりましてまあこういったリカ活っていう言葉もあるぐらいでリカちゃんの着せ替えのソーイングとかまあこれもリカ活って推し活の一種なんですけどこういったものも非常にあの人気のあるジャンルになってきてるんですね。 またあの真ん中の,このシルバニアファミリーの着せ替えソーニングとかえとあとは着せ替えではないんですけど「ムーミンのかわいい編みぐるみ」なんて本もあの最近発刊してるんですけどこれもあのムーミン昔から人気のあるキャラクターなんですけどこれをあの手作りの,あの編み物の技法である編みぐるみで表現してキャラクターを作るとまあこういったものも推し活の一つとして捉えることができますね。 えと最近ですね、先週ですね、あの私、日暮里の駅前で、ですねこちらの繊維組合の、えー、と方々と荒川区で、ですね、えー、と駅前広場で推し活の、えー、とイベントをやってるのを見に行きまして、もう推し活がすごいというのは、最近感じるんですが、その推し活自体がイベントになるというような、まあ、社会現象が起きている昨今になっております。 そして推、えー、し活ですね、ぬい活マルシェというのを今度のホビーショーで、えーと、ブースで展開していきたいと思っております。えー、あなたの、えー、と好きなものですね、えーと、好きなキャラクターのものとか作ったもの、好きな技法、何でも大丈夫ですので、えー、とリーズナブルな プランで後ほど具体的にプランの説明をさせていただきますがブースに出展しながらこっちのミニブースの方で展開することも今回ご用意しておりますええー、っとこの「日本ホビー賞の推し」ってじゃあ何なのっていうことであのここまでがお聞きになった方何でもありじゃんみたいなそういう印象を受けた方もいらっしゃるかなっていうふうに思うんですけど。 えっとまあ、実際に何でもありといえば何でもありなんですけどあのハンドメイドとかホビーを推すっていうことも一つあの焦点になっておりまして、えー、作品への探求心や機能性の高い素材へのこだわり多彩なカラーバリエーションの開発などものやことに対する思いからなる作品や道具に素材創作活動本当に何でもですね <laughs> あの本当にいろいろなジャンルいろいろなあの対象がいろいろとあるからこそ。 本当に色々な私は刺繍が好き私はソーイングが好き私は先ほどのドール服が好きとかいやいややっぱりその有名人が作ってるあのハンドメイドが好きとかもう本当に対象っていろいろなんですね一つに絞れないからこそその人その人の推しが現れるということもあるんであのそういったものをどんどんあのクローズアップしていけたらいいなというふうに思っております例えば作る推しキャラクター推し刺繍推し食べる推しレジン推し ビーズ推し脱ぎかつ、コレクション、ンリボン推し本当におしっていろいろなんですね本当に何でもありじゃんということにはなるんですけどとはいえやはりそれぐらいおしっていろいろなものが存在するのは実際にありますので、えー、いい形で表現できるように今企画を練っている最中でございます。の他旅に関すする企画ですね ハンドメイドジャーニーというからにはやはり旅に関する企画というのを皆さんにお届けして楽しんでいただけるようにしようと思っております地域や国を表した技術や文化をアピールする機会に世界の視点からハンドメイドを見ることで多面的な感性やつながりを作る場となっております、まあ、あの世界のハンドメイドということで今年の2024ホビーショーもいろいろな企画を展示展開させていただいているんですがそれをもっと発展させた形で 楽しい旅の企画も用意したいと思いますじゃあ続きましてあの会場ですねえー、と先ほど申し上げましたように今回は南館ということで2025年初の南ホールでの開催となりますまずこの東京ビッグサイト南展示棟への行き方ですね一回ムービーご覧くださいこれはゆりかもめの駅出たとこでしょう、ね、そうですねうと僕も 日曜日、この道を通って行ってきました初めて南ホールに入る時だったので,でこの上に見えるのが西,西館ですね去年、はいえ、今年開催した西館です西館の右を回るんですけどねそうですね横を入って看板見えてきましたね右を見て そうここがちょうど右側がこうなんかリゾートリゾートな、ね、そうですね海になっててでここはですねすごく速い画像なんですけど、えー、歩く歩道なので実際にはすぐ着くんですね、うん、そんなに長くあんまり近いですよねそうですね見えてきましたね上に行くと南三陸ホール下が一輪ホールですね こちらはですね意外と歩くほど先ほど見ていただいた歩くほどの動画にもあったんですけど、えー、これもあってまたゆりかむめからは割と近いんで西間よりちょっと向こうなんですけど歩くほどのおかげで意外と早く着くという。 思ったより遠くないっていうのがこの新しい南ホールなんですねちなみにこの南ホールっていうのは2019年に開催完成しておりまして非常に新しいホールなんですねまだ5年ということでビッグサイトそのものは30年弱前ですねに完成しているのでそれと比べると非常に明るいんですまあやっぱりそういった意味で言うとあのかなり 今までと違った見え方がするんじゃないかなというのがありまして、えー、とちょうど先週あった、えー、イベントでですね、えー、南ホールに行ってみたんですけど非常に明るいんですね。あの何がが特徴かってそのの照明明すごく明るいので あの今までさっき会長のお話にもありましたようにあの新しい見せ方をぜひ、えー、出展者の方々にも、えー、検討していただきたいというお話がありましたけどそれがまさにできるのがこの南ホールなんじゃないかなというふうに思っております、まあ、とにかく明るくてですね私も実はあの乱視があってあの薄暗い感じの時とか夕方ぐらいになると非常に文字だったり展示物だったりのディスプレイが。 ちょっと見にくくなったりぼやけたりするんですけど南ホールだといきなりそれがあの裸眼でもかなりクリアな感じなんでもう目に見えて違うなという印象を受けましたまあ本当にそういった意味で言うと作品であったりディスプレイだったりをより魅力的に見せるっていうのをトライしていただくのには非常にいい機会なんじゃないかなというふうに捉えておりますはいこちらですねえー、っと先ほどの南12ホールは下だったんですけどこの上の南3ホールっていうところも、えー、ホビーショーで開催しておりますこれを エスカレータータで上に登ったところですねで、えー、っと2025年は南123ホールでの開催なんですけど出展者様のと内容出展内容などに応じたエリアをお選びいただけるようになっております、えー、左からこのメインエリアであるアリーナですねまずはこちらから説明させていただきますはい日本ホビー賞の核として各年のテーマを表現する特別なエリアとしてアリーナ ハンドメイドジャーニー2のテーマを最大限に表現したアリーナが登場します。こういったビジュアルになっております。まあ非常に綺麗ですね。そうですね。そして今回カラフルなえっ、ー、とカラーを施しております。すごくいいですよね。なんかこのブースもこういった形で各色、またあの大きさもいろいろ用意させていただいてるんですけど、もう。 あのどっかの海外のリゾート地の街並みみたいなそんなカラーリングになっててあの歩いてるだけでも楽しんでいただけるような、まあ、まさに旅の感覚を味わえるようなそういった美しいブースになると思いますそしてアリーナにはやっぱりこの4つの出店特典というものをやっぱり用意させていただくことになってますねはいや,やはりプレミアムのブースですのでただきれいなブースきれいな展示ができるということだけではなくてやはりそれなりに しっかりした特典がないと出ていただくにはもったいないかなということで今回も4つの出店特典を用意させていただいておりますまず1つ目はカタログ配布スペースを提供2つ目が出店内容の積極的な PR3 つ目がプロカメラマンによる写真撮影ということで、えー、用意しておりますそして4つ目です、えー、インフルエンサーとのコラボプラン、まあ、こちら有料ではあるんですけど、えー こここちらのののの優先参加の権利もアリーナご出展の方にには付けさせてていただくことになっております、まあ、このインフルエンサーっていう言葉も先ほどの推し活じゃないんですけど最近よく聞くようになってきたなっていう言葉になると思うんですけど今回ですね目玉の企画としてハンドメイド作家のインフルエンサーがホビーショーまたはこのアリーナを中心に大集結するそんな楽しい企画を練っております。 これは出展者様の商品の SNS での投稿ですとか展示などを日本ホビー賞がリストアップした人気インフルエンサーが実施することでターゲットに向けた情報発信や購買意欲のアップに非常に効果的なプランとなっておりますこれはあのホビー賞の会期中だけの PR じゃないんですよねこれはもう本当にあのその後もインフルエンサーの方とコラボしていただいて自社の商品をどんどん発信し続けていくような そういったもののをインフルエンサーコラボって何ぞやっていうご意見もあるかと思うんですけどこれはですね特にハンドメイドに特化するとハンドメイドやホビーとの親和性が高くて影響力のあるマイクロインフルエンサーや話題性のあるインフルエンサーの方など約20名がホビー賞に集結しますと。 いうことになってましてそのジャンルはアクセサリーやレジンビーズイラスト編み物ソーイングなどなどいろいろなホビーに特化したインフルエンサーの方とコラボできるようになっておりますまあインフルエンサーの方っていうのはもう影響力のある方という意味なんですけど、えー、SNS 例えばフォロワーがたくさんいてインスタグラムとか、えー、まあ旧ツイッターの X とかですねいろいろとまあ、YouTube 動画の方もそうなんですけど いろいろなところでフォロワーや登録者が多いあの影響力のあるそういった方々のことを指しておりますインフルエンサーのコラボなんですけどインフルエンサーにはインフルエンサーからの発信は消費者にダイレクトに刺さりやすいという特徴があります実際にインフルエンサーの方は実際にそのサービスや商品を体験してみてその感想を消費者目線で口コミとして伝えることができるっていう特徴があるんですね そのために、えー、消費者の方はより共感しやすくて、えー、受け入れやすいというそういったメリットがあります、まああのー、本当に広告らしい広告というものではないんですね本当にあの実際に試してみたらこんなとこが良かったよとか、あのー、この会社のこの商品なんだけどなんか試してみたらすごくいいのが作れたとかそういったことを発信するのは非常に得意な方々ですそして影響力はやっぱりすごくあるんですね でハンドメイド関連のインフルエンサーって方もたくさんいらっしゃるんですけどで先ほどもちょっと触れたんですけどマイクロインフルエンサーって何っていうことになるんですけど、えー、SNS フォロワー数が1から10万人ぐらいの,、まあ、あの一般的にその100万人登録者突破とかそういう言葉って聞いたりするんですけどそこまで多くはないんですけど。 えー、より親近感を持ちやすくて、えー、またあのハンドメイドの中でもいろいろな得意分野とか持っている方が多いので本当にそこに興味のある方へに刺さるようなそういう発信が非常に適しているっていう方々なんですね。なのであの多くのインフルエンサーとして多くの、えー、登録者数を持っている方だけではなくあのそこまで多くないけど特化したジャンルにズバーンと刺さるような。 そういう特技を持ってるマイクロインフルエンサーの方も、えー、コラボできるようなそんなプランを用意します。えっと右にある表な表といいますかこの三角形のところなんですけどね。一番上のまあ、SNS フォロワー数が100万人以上の、えー、有名人とか著名人とかになるともう憧れの世界ですよね。もうこれぐらいのになってくると本当にまあ、登録者数も多いですし影響力もすごく強いですけど、まあ、やっぱりここら辺とコラボすると非常に ちょっと現実離れしてしまうぐらいそれぐらいになってしまうんですけどだんだん下に降りるに当たりましてですね憧れに加えて親近感を持ってるようなその10から100万人のトップインフルエンサーの方とかあとは先ほどのマイクロインフルエンサーの方とかはもっと親近感があるんですね1から10万人っていうことでナノインフルエンサーってもうちょっと少なくてもうほんと1000人前後の方とかも実はいるんですけど。 まあこの方々もいろんなものを発信はしているのでえ情報源としていろいろとあの影響力があったりするということになってますね。まあ本当にいろんなタイプがあるんですけど、まあ、この中のマイクロインフルエンサーの方にあの発信してもらうことで非常にに効果的でできますすよねねあれですもん、ね、上の人はもうなんかだんだん広告の匂いが最近してきますもんね。うんそうでで、ね、ですすねので身近なえと方々に 発信してててももららおおおうう親近感を持っっと思っております,でですね、この黄色い文字のところなんですけど、えー、アリーナの出店者の方がもちろん優先権があるんですけどそれ以外にもインフルエンサーコラボのプランっていうのを用意させていただきますので、えー、まだちょっと詳細については今、えー、計画中なんですけど、えー、詳細とか費用については随時、えー、情報更新しますので是非お問い合わせください。インンフルエンサーのコラボっっていう風にいいうにことばっかり お伝えしてるかと思うんですけど、実はまずメリットとしては、えー、ちょっと繰り返しになるんですけどターゲット層への効果的効率的なアプローチリアルな口コミ拡散の獲得新たな商品やサービスの魅力的な開発魅力の開発ですね、えー、購買意欲の促進今後のパートナーシップへのきっかけづくり ここちららはもうメリットとととしていいことが色々と考えられますただやっぱり一方でデメリットもあって、えー、インフルエンサーの選定時間っていうのがかなり時間取られますいろ、えー、んなジャンルがある上にいろんな方があのインフルエンサーとして存在してますしそれこそマイクロインフルエンサーだけじゃなくてナノインフルエンサーというところになると数が非常に多いんですね。 あのインスタグラムとかをただ見るだけでは、うん、あのハッシュタグをたどっていくだけではちょっと追い切れないぐらいすごく時間かかって、うん、はたまたその方が本当に自分のところにとって発信力があるのか刺さるのかっていうのはかなり時間をかけないと見つからないっていうそういうデメリットがありますね。 まあこれはあの医師の疎通とかにもよるんですけどあのこの方とコラボして発信してもらおうと思ってたけどいやいやそうじゃないよあのうちの商品そういう使い方しないのにとかこういう作り方しないのになっていうことになることもないとは言えないまあこんなデメリットもありますでもですね今回のこのインフルエンサーコラボのプランでは日本ホビー協会がイベント開催までしっかりと管理と調整をインフルエンサーの方と行いますのであのこういったデメリットに関しましては。 もうないものと思っていただいて安心してぜひ取り組んでいただけるんじゃないかなと思っておりますですのでインフルエンサーというものの効果をお試しされたいっていう方にはぜひおすすめですねもう本当にそのアリーナ出店者の方はもちろんのこと、えー、他のご出店いただく方にはぜひこの機会をまたとない機会ですのでぜひご活用いただければと思います麦ママさんですねはい今回も、えー、と麦マまマまさん とえっと SNS の総フォロワー数が110万人ということで今年も、えー、出ていただきましたでうちの娘も、えー、と会場に遊びに来たんですが「えっ、ー、麦ママ来てんの?」って言ってうちの娘もですね小学生なんですが知ってる有名人で「一緒に写真撮って」って言ってえっ、ー、とですねかなり喜んでおりましたでえっ、ー、と彼女とも、えー、ブースを一緒に出して そこから、ホビーショーの中で配信をしていただいてどんどん,どん,どん皆さんの告知をしていくということでえとやっておりまして前回の委員会ではあれですね担当者さんがまあもう今100人ぐらいの,ですねあの人をリストアップしてどなたに当たろうかなということを選定している最中でございますのでこのところをちょっと強めていきたいなというふうに思っております。 麦ままさんクラスになるともう本当にトップインフルエンサーの中でもかなり上位ですよねもうインスタグラムだけでも,も YouTube だけでももう本当にかなりの数で総フォロワーでいくともう110万人以上ってことですごい数ですよねそしてあの今回のコラボに関しても、えー、麦ママさんから温かいコメントを頂い,いておりますのでぜひこちらご覧ください本当にまあ来年に向けても楽しみにしていただいてて 我々も麦ママさんとまたコラボできるのが本当に楽しみですよねうん、うん、で続いてですね、えー、と前回、えー、とキルトで、えー、とブースを構成していたのですが来年もですね、えー、とキルトワールドという形で、えー、変わらずですね、えー、とワールドを作って、えー、とキルトの方を展開していきたいなというふうに思っております。ですね えっと、南ホール限定ルームプランということで、えっ、ー、と、ホールの横にですね、こう個室がと何個かありまして、そちらの方をホビーショーの方で、えー、と使えるように。 なっておりますフリースペースですのでこちらをですね皆様の、えー、ともう作品展示一日借りて作品展示をしたりとかワークショップをしたりとかセミナーをしたりとかですね何に使っても、えー、大丈夫でございますせっかくあの皆さんも出店していただけましたらですねもっと空間が欲しいわ独自で何か新しいことをやりたいわという方に、えー、とご利用いただけたらと思いますテーブルも椅子も、えー、とついてます、えー、借りるとね1個3000円とかするんですがそれも全部込み込みの。 ものを用意しておりますので後ほど金額等出ますのであのせっかくならこういったところも安く借りていろいろ企画しちゃおうかなという方ぜひご活用くださいえそして<あ>ホビークッキングフェアですね2025年来年も、えー、同時開催ということで、えー、ホビークッキングフェア食の祭典ですねこちらも、えー、南、えー、サンホール、まあ、上に上がったところのホビーショーのワークショップですとか、えー、ミニマテリアル展などの。 あと、主催者企画ですね。まあ、この隣で食の食卓を楽しむおうちご飯をもっと美味しく、ひと手間が楽しいクッキングということで、えー、ホビーキッキングフェアを用意しております、えー、こちらはですね、えー、本当にホビーショーに来ていただくと、皆さん憩いの場になってまして。まあ,あの楽しい試食です。とか、あのちょっと。 お昼を食べながら休憩したりとか、まあ、そういったことにも、えー、楽しんでいただけているところですので、えー、ぜひこちらもお立ち寄りください出店数もまたパワーアップしましてですね、えー、新しい食材を発見したりクッキングを体験したり食品に関する知識を学んだり、まあ、こういったことで非常にハ、えー、ンドメイドと隣接する生活 関連である食、まあね、に向けて非常に関心の高いエリアとなっておりますそして2025です、ねえー、こちらはですね、あのー、今年も、えー、表彰させていただいてるんですけど、えー、1年を通じてハンドメイドに非常に貢献されたりとか、えー、新しく創造されたりとかそういった人であったりものであったりそれを、えー、表彰させていただくそういった賞になっております。 こちらもです、ね、ご応募をぜひお送りいただければと思いますので今まさに募集中ですので、えー、今年2024年の11月30日土曜日ちょうど1か月後ですねこちらが締め切りとなっておりますのでぜひ多くの方のご応募をお待ちしておりますはいありがとうございま,すざいます以上あのう以上ホビーショーの、えー、企画についてのご説明でしたありがとうございますじゃあ続きまして LINE と PR につきまして日本ホビーショー運営事務局の平林淳り 説明させていただきます。はい、えー。それではですね、こちらから変わりまして、私平林の方がご説明をさせていただきます。はい。えっ、ー、とまず S、PR、SNS のところはい、えー。現在ですね、あの日本ホビーショーの方ですね、Instagram、Facebook、X 過去の Twitter ですね。こちらの方を発信しておりまして、それぞれフォロワーの方がだいたい1万人ぐらいを超えてくるぐらいまで今大きくなってきております。 でその中でですね今年、えーまあ、さらなる発信力の強化、えー、新規ターゲットへのアプローチといったところで、えー、TikTok の方をです、ねえー、新たに立ち上げさらに情報の発信力を強めていこうと考えております特に今日先、えー、一番最初の辺りでもですね若い来場者の方が増えているというようなお話とかもありましたけれども、まあ、そういったところでですねこういった SNS 各種、えー、使っていくことでより新しい人を巻き込んでいくというのを今年の PRSNS の戦略の中心に進めて おります、はい、こちらの方なんですがこれインスタグラムのハッシュタグなんですけれども今真ん中の方に日本ホビーショーと、えー、過去につぶや,やかい会が約1.6万件ぐらいなんですけれども実はその周辺にですねいろんな、えー、ハッシュタグがあります例えばハンドメイド好きさんとつながりたいが240万件であったりとか、えー、ハンドメイド作家さん159万件さらに一番外の部分では手作り雑貨で1200万件 ハンドメイドアクセサリー1261万件のような非常に大きなです、ねえー、マーケットとして今、えー、注目を集めその中でさまざまな人が情報を発信しているところになっています。でこういったところですねこういったキーワードを今回分析をして設計を今しているんですが彼ら来場者彼ら患者の来場者のです、ね、興味関心から、えー それを情報発信を組み立てること。まあ、こちら我々が、ね、言いたいことたくさんあるんですけれども、やっぱり皆さんえ何を見たいのか、何を聞きたいのか、何を買いたいのか、そういったところをです、ね、しっかりと捉えた上で我々発信していくことで、より多くの方に来ていただこうというのがポイントとなっております。その上で 先ほどねお二人の方からご説明ありましたけど今回のイーフルエーサンさん彼ら彼女らはそれぞれ自分たちの専門性を持っていろいろな情報発信をしております例えばキルトであったり例えばミシンであったりそういったハッシュタグを中心にですね情報発信のハブを持っております機能を持ってますので彼ら彼女らに今回一緒にやってもらうことで情報のハブとしてその先にいる数万人数十万人の方々に情報をお届けしていてそして来てもらうと。 そして皆さんの作品や製品に触れていただいて皆さんの商品を好きになってもらってお知りになってもらうというのが今回の全体の設計となっております。 そういった我々ですね、情報発信をしてまいりますけれども、ぜひ皆様にもですね、ご協力をお願いできればなと思っております。やっぱりあの、Web や SNS、これを見てきましたっていう方、非常に多くいらっしゃいますので、今回今年ですね、ハッシュタグ日本ホビーシーハッシュタグ日本ホビーシ2025といった形でですね、情報の蓄積と、そして皆さんが発信していただくことで横のつながりを作っていく、そういったキーワードとして定めておりますので、ぜひ皆様もですね、告知の際、こちらの方をつけて投稿していただければなというふうに思っております。 いますはい、そしてもう1つ、ですねこれは出店者、基本的には出店者決め,出展決められた方向けではあるんですけども、事務局 LINE というものを立ち上げます。はいえー、まあ簡単に問い合わせできたり、ですね情報がすぐにお届けできるといったものになっております。はい これまでですね、あのどうしてもメールの設定上、メールが届かなかったりですとか、あのなんか出店案内な、例えばなくしてしまった申し込みどこからするのみたいなところが分からなくなってしまうというお声がありました。これらをですね、今回、LINE 皆さん入れていらっしゃる方多いと思うんですけども、これを使うことで解決をしていこうといった試みになっております。はい。 えー、基本的にはあのもうちょっと機能はです、ね、今後追加されていくんですけども例えばですね申し込みもうすぐ締め切りですよみたいなところどうしてもね申し込みの締め切りを忘れがちになったりしますけれどもそういったお知らせであったり新着情報とか、えー、そういったものがですね、えー、とこちらからプッシュで。えー のアプリの方に届きます従来でそのメールを見に行かないとですねそれ確認できてなかったんですけれどもアプリであればですねすぐに見ていただくというのができるというポイントになっておりますまたあのよくある質問とかお問い合わせも簡単にできたりですとかあと出店申し込みとかもですねこちらの方から飛べるような形になっておりますでこれあの機能はですね本番当日に向けてどんどんアップデートしてまいります例えばマイページが出たらですねここの部分が変わっていったりですとかそれぞれのですね皆さんの出店のステージごとに 合わせててての方を変更追加ししいいくといった形で予定しております,、はいでですね、今、会場の方には紙の方でお配りしているんですけれどもオンラインの方、はもしよろしければこちらの方、ね、一番右に QR コードございますけれども LINE のアプリを開いていただいてです、ね、ホームタップから友達追加。 えー、QR コードからですね、えー、ぜひこちらのアカウントの方を追加いただければと思っておりますではあのぜひ皆様出店お決めになりましたら、えー、こちらの方のラインアップの方もご活用いただければと思います私からは以上となりますありがとうございますありがとうございましたでは最後になりますが株式会社スコープ大みそ也より出店概要について説明させていただきます皆様こんにちは、えー、私株式会社スコープの大みそと申します また引き続きよろしくお願いいたします私からは出店概要についてのご案内ご説明させていただきますまずですね、まあ、注意事項ということで、まあ、前回からの変更点になりますまず一つ目なんですけれども運営事務局の住所と電話番号を変更させていただきます住所なんですけれどもこちら記載にありますように東京都豊島区目白2丁目 こちらの住所に変更させていただきます。電話番号は034500-7959こちらの番号に変更させていただきます。以前の電話番号035206-5499はご利用できませんのでおかけ間違いのないようにお願いいたします。メールアドレス <laughs> ホビーシアットマークホビー .or.jp こちらは変更なくご利用いただけますので よろししくお願いいたします、はい、続きまして会場の変更ですえこちら先ほどもあのムービー付きでご案内ありましたので、えーまあ、そんなに説明しなくても良いかなと思うんですけれども、えーとですね、次回の会場はです、ね、東京ビッグサイトの南の展示棟の開催となります、えー、こちらはです、ね、先ほどご案内しましたように2019年からです、ね、ご利用いただけるということで大体5年ぐらいとなってますので 非常に綺麗な会場となっております。次回のホビーショーはこちらの綺麗な南会場での開催となりますので、皆様ご期待になっていただければなというふうに思います。はい、続きまして日程の変更です。こちらも先ほどご案内ありましたように、4月のですね、17、18、19ということで、例年よりも1週早い開催となります。例年ですと、そうですね、今ここの赤枠にありますように、 だいたい4週目の木金土の開催になるんですけれども、次回はですね、3週目ということで、1週間早いですね、開催となります。これによりまして、説明会だったりですね、各種申請の申し込みというのが、だいたい1週間早まる形になりますので、また改めてスケジュールの方はご案内させていただくんですけれども、こちらご注意になっていただければなというふうに思います。 はい、えー。続きまして、アリーナの仕様の変更ということで、こちらはですね、出展案内の10ページと11ページをご覧になっていただきたいんですけれども、今見えているのがですね、えー、アリーナの、えー、レイアウト図になります。えー、今回ですね、えー、次回のアリーナにつきましては、えー、ビッグサイトの南の1、2ホール、こちらの中央にですね、今展開の方を予定しておりまして、まあ、このようなレイアウトの配置図で今、えー、考えております。 ブースのタイプにつきましては、前回同様 S タイプと A タイプの2タイプがあるんですけれども、今回ですね、このようなレイアウトの配置によってですね、ブースの仕様ですね、タイプというのがまた変わってきます。例えばこう壁が両サイドにあったり、もしくは逆に両サイドに壁がなかったり、これ場所によってですね、タイプが変わりますので、こちらですね、ご注意になって選,選んでいただきたいんですけれども、 えー、2コマまで選択していただけますので、えー、一応、お申し込みの際は、えー、とご希望のある場所を選んでいただきまして、えーはい、場所につきましては例年ですねイベント事業委員会の方で、えー、選ばせていただいているんですけれども、えー、次回につきましては2月6日の、えー、コマ1の選択会こちらでですね出店者様の方の、えー、希望に沿ってですね まあ抽選にはなると思うんですけれども、まあ、決めさせていただくというやり方にさせていただければなというふうに思いますはい続きましてワールドカテゴリーの変更ということでこちらはですね出展案内の12ページの方をご確認いただければなと思いますはい次回ですねワールドにつきましては前回同様ですね、まあ、5つのワールド 5つで、つということでは変わりないんですけれども、その中身の名称の方を変えさせていただきます。その中でもですね、このキルトワールド、先ほどもご案内させていただいたんですけれども、前回はザ・キルトという形で展開させていただいたんですけれども、今回はこの5つのワールドの中に組み込まさせていただいて、大々的に展開の方をさせていただければなというふうに考えております。 で続きましてミニマテリアルですこちらは出店案内の17ページをご覧になっていただければなと思いますこちらも新しいメニューになるんですけれどもこちらは個人の出店者様に限りのご案内になりまして今のところ限定30コマのご案内をさせていただいております仕様がですね若干変わりまして壁がないタイプでサイズが 2×2 のサイズ感でで、まあ、いわゆるススペース渡しの展開ととなりまますすこちらはですねえっとまあ、最終的にはお申し込みの後です、ねまあと審査という形で決定させていただくんですけれども、まあ、このようなタイプの、えー、ブースもご案内してまして出店条件としましては、えっと、素材博覧会または、えっと、ビーズアートショーへ出展された方限定とさせていただいております。 で審査によりですね、まあ、場所の方は、えっと、実行委員会の方で、えー、決めさせていただきますのでお選びいただかない、えー、タイプになるんですけれども、まあ、最終的には審査を経て、えー、決定というふうにさせていただければなというふうに思います、はいえー、続きまして推し活縫い活マルシですねこちらも先ほどご案内させていただいたんですけれども、まあ、推し活につきましては前回、えー、展示コーナーという形で 約20社の方にご参加いただいたんですけれども、えっ、ー、と、次回も推し活、縫い活、マルシェという形で、展開させていただきます。で、今回はですね、まあ、展示もそうなんですけれども、まあ、販売の方も、ま、させていただきまして、まあ、展開場所としましては、まあ、南の3ホールですね。はい、こちらの入り口入ってすぐのところで、展開の方を考えております。 で実際にまあ展開の例としましては、えー、と写真ですね、今、えー、と掲載させていただいているんですけれども、こういった木目の台をですね、えー、ご提供させていただきまして、まあ、展示と販売というような形をさせていただこうと考えております。料金につきましては、まあ、5万5000円の税込みという形になりまして、えー、と展示と販売付きということで、まあえー、なおかつこちらの、えー、と重機も込みという形で、えー、設置費込み。 ということでさせていただいているんですけれども、えっと、まあ、今ちょっと計画中ということもございまして、今、総合レジの展開も一つ考えておりますで。その場合につきましては、えっと、こちらの5万5000プラス、えっと、売上げのですね、30%を、えっと、部合としていただければなというふうに考えておりますので、えっと、こちらですね、また改めて運営事務局の方からご案内の方をさせていただきますので、そちらをご覧になっていただければなというふうに思います。 はい。続きまして、南サンホールの限定ホームプラン、限定ルームプランですね。こちらも、えっと、先ほどご紹介させていただいたんですけれども、えっと、南のサンホールですね、今、青い枠に囲まれているところ、こちらがですね、一応ビッグサイトの商談室という形でございます。こちらをですね、えっと、有料にはなるんですけれども、ご提供させていただこうかなというふうに考えております。 えー、時間によってですね、ちょっと料金の方を分けさせていただいておりまして、まあ、1時間が6,600円、えー、3時間が19,800円。で、まあ、1日ですね、丸々1日、えー、39,600円という、えー、形でご提供の方を考えておりまして、まあ、主にはですね、いろいろな使い道があるかなと思うんですけれども、まあ、ワークショップしてみたり、まあ、セミナーしてみたりとか、まあ、と特別な講習だったりとか、 また商談とかにも使えますので、まあ本当に自由に使っていただける部屋というものを提供させていただこうかなというふうに考えております。はい。で、開催までのスケジュールということで、こちら21ページを見ていただきたいんですけれども、はい。えー、今日からですね、ホビー賞の募集の方を開始しております。一時申し込みの締め切りが11月29日とさせていただいております。 こちらがですね、えっと、早期割引の適用の範囲というのが、ここの一時募集になりまして、この適用の範囲というのが、えっと、法人の3コマ以上お申し込みされる方につきましては、この早期の適用をさせていただいているんですけれども、こちらが、一時募集の11月29日までとさせていただいております。出展説明会につきましては、まあ、2月6日となりまして、こちらも例年よりも1週間早い、開催をさせていただきます。 申請書類の提出期限は3月10日を予定としております。そして搬入日ですね。搬入日は4月の16日。そして開催日につきましては4月の17日の木曜日、18日金曜日、19日の土曜日とさせていただいております。はい、出店のお振り込みについてです。引き続き出店案内の21ページをご確認ください。 出店料につきましては、日本ホビー協会より発行される請求書に記載された期限内に必ずお振り込みの方をお願いいたします。はい。ホビー協会の年会費ですね。こちらもですね、ホビー賞の出店料と一緒に、そして今回、新規でご入会される方につきましては、入会金とともにご請求の方をさせていただきます。お振り込み先は、 日本ホビー協会の指定講座となりまして、前回の振込先と変わりますのでご注意ください必ず請求書ですね請求書に振込先の口座を記載させていただいておりますので必ずそこの指定先の口座にお振込みください前回の振込先に間違えて入れないようにここはご注意になっていただければなというふうに思いますでキャンセル料につきましては申し込みの完了から ですね、2025年の1月31日までは、えー、と出店料の50%が、まあ、キャンセル料とかかってしまいますで25年の2月1日以降につきましては出,、えー、出店料の100%、えー、もし辞、えー、める場合には、えー、とかかってしまいますのでこちらもご注意になってください、はいえー、続きましてが同一、えー、までのコマ市選択の 抽選順番につきましてということなんですけれども、まあ、こちらのお話はですね2月6日の出店説明会の後にですね駒市の選択会というのをさせていただくんですけれども、えっと、そちらのお話になりますえ実際にですね、えっと、この日に、えっと、出展者様の希望するですね駒市を決めていただくんですけれども 同一コマの場合、まあ、例えば2コマ同士とか3コマ同士という場合の、まあ、順番を決めるにはですね、ちょっと抽選で決めさせていただきます。これのですね、抽選を引く番号の順番をですね、出典のお申し込み順というふうにちょっとさせていただいておりまして、これがですね、前回の、えー、ホビー賞の、えー、コマ1の選択会からさせていただいておりまして、引き続き この方法をさせていただければなと思いますので、改めてご案内をさせていただきます。で続きましてが、えーと、実際にこれから出店をお決めになって、えー、お申し込みいただく方に対しての、えー、と注意事項になります。例年ですね、運営事務局の方に申し込みの際にですね、いろいろとお問い合わせをいただいておりまして、えー、とその中でもですね、本日はちょっと3点ご案内させていただきます。 まず一つ目が、コマ希望配置の、まあ、シングルとダブルについてということなんですけれども、これ、お申し込みしていただくと、ですね、まあ、このようにですね出店コマ情報、その他入力画面というのが出てきまして、まあ、実際に出ていただくコマ数をまず選択していただきます。で、えー、とシングルとダブルというですね、えー、とタイプの、えー、展開を選んでいただくのは、えー、とこの4コマの方だけになるんですね。4コマの型 がですね、シングルかダブルというのを選んでいただくんですけれどもちょっとすいません申し込みフォームの、えー、機能的にです、ねまあ、例えば4コマ以外、まあ、2コマだったり3コマもしくは6コマの方が、えー、と実際に選択していただいても、はい、このようにシングルダブルみたいな形で、まあ、ちょっと選べてしまうということがございますので。 まあ仮に4コマ以外の2コマ3コマまたは6コマ1コマでもいいんですけれどもまあそういった方につきましてはこのシングルダブルを選ばないでですね今この画面にありますようにまあ選択してくださいの状態にしていただいてそのまま先に進んでいけいただければなというふうに思いますはい続きましてが申し込みフォームの画像についてなんですけれどもこちらもすいません例年ですね お問い合わせの方を結構いただくんですけれども、えっと、こちらも申し込みをしていただくに、えー、していただく、えー、とにつれてですね、こういった作品、商品画像のアップ画面というような、えー、ところに多分行き着くと思います。ここはですね、実際に出展していただく作品だったり、商品の画像ですね、こちらをまあ添付していただくと、 えっと、これから日本ホビー賞の皆様のその出展のページに、ホームページにですね、えっと、その画像が載るようになります。それをですね、まあ、あらかじめ登録していただくんですけれども、まだこの段階でですね、まあ、なかなかそんな写真ないよというような方もいらっしゃると思いますが、すいません、こちらもですね、えっ、ー、と、画像を登録しないと先に進まないということもございまして、一旦この段階でですね、まあ、イメージでもよろしいので、一旦画像を 入れていただければなというふうに思います。これ入れないと先に進めないようなことになってますので、まずは入れていただいて、でまた後ほどですね、マイページという、えー、管理画面の、えー、ものをですね、ちょっと付与させていただきますので、まあ、そちらで変更は可能なんですけれども、まずは、えー、とこちらに画像の方を登録していただければなと思います。でその際ですね、画像の容量がですね、 1>, えーまあ、1, 1画像につき、まあ、2, 2メガまでだったり、まあ、サイズもです、ね、幅が4000ピクセルまで以下とかですね、まあ、拡張種も JPEG PING、GIF など、えー、ございましてちょっといろいろ制約があるんですけれども、まあ、画像サイズにつきましてはちょ,ちょっと分かりづらいなという方もいらっしゃる場合は、まあ、とにかく小さいサイズですね小サイズのものを入れていただければなというふうに思います。 でここに記載していることにつきましては、こちらですね、実際に申し込みのところに一応注意事項として注釈書かせていただいておりますので、まあ、ちょっとこちらの方をご覧になって、写真の方を選んでいただいて、添付していただ,いただければなというふうに思います。はい、えー、続きまして、こちら最後になります。えー、自動返信メールが届かないというお問い合わせも、えー、いただいております。 こちらですね、実際に申し込みをしていただいて、えー、最後ですね、えー、入力確認画面。まあちょっと小さくて見づらいんですけれども、このように実際に申し込み内容が書かれた画面が最後表示されます。えー、最後ですね、こちらの出店規約に同意して申し込むっていうふうに押していただくと、まあ実際に申し込みが完了するんですけれども、 出店申し込み完了、ちょっと小さくて見にくいんですけれども、ここにはですね、自動返信メールを送りますというような内容が書かれています。で、実際にこのメールが届かないというお問い合わせがちょっといくつか頂戴しておりまして、えっと、その原因となりますのがこちらの4点になります。まず1つ目が、えっと、出店者様、ご自身のメールアドレスの入力がミスしてないか。え、2つ目が、 えーまあ、迷惑メールの方に行っ、えー、てないかで3つ目がです、ねえー、出店者様の、まあ、メールのサーバーですねこちらの容量が、まあ、いっぱいになってないかそしてです、ねまあ、携帯電話スマートフォンから勧、えー、められた方につきましては、まあ、そもそものこのホビーショーアットマークホビー .wa.jp こちらが、えー、受け取り受信拒否になってないかということが、えー、と考えられますので 申し込みの前はですね、必ずこちらのところをご確認していただいて、クリアになってからお申し込みいただければなというふうに思います。はい。で、こちらで最後になるんですけれども、えっ、ー、と、これからですね、お問い合わせ先につきましては、引き続き、日本ホビー所運営事務局、まあ、株式会社スコープの方にお問い合わせいただければなと思います。電話番号はですね、私冒頭に申し上げました、えっ、ー、と、前回とですね、変わっております。 こちらの東京034500の7959の方までお問い合わせいただければなと思います。メールアドレスにつきましては、こちら、変わりなくお使いいただけますので、引き続きこちらのメールでお問い合わせいただければなと思いますし、受付時間につきましても変わらずですね、10時から18時、12時から1時間、ちょっとお昼休みいただいてるんですけれども、この時間内でご対応させていただきます。お,いとお急ぎの場合は、 まあメールでのお問い合わせしていただくのが、えー、よろしいかなと思いますので、えー、また引き続き、えー、開催までですね、えー、よろしくお願いいただければなというふうに思います。はい、以上となります。ありがとうございます。小水さんありがとうございました。以上をもちまして第49回2025出店募集説明会を終了とさせていただきます。ご質問。 ご相談等がある方は運営事務局の方までお問い合わせをお願いいたしますそれでは皆様のご出展を心よりお待ち申し上げております本日はお忙しい中お集まりいただきまして誠にありがとうございました